すみえりは、日本のバイオリニスト。バイオリン指導者、すみさぶろの孫である。東京都目黒区に生まれ、3歳からバイオリンを両親、および祖父、すみさぶろに学んだ。1980年、東邦学園、子供のための音楽教室に入室し、小学校は、田園調布二葉小学校に入学した。1987年、小学校6年生の時、 第41回全日本学生音楽コンクール、東日本大会小学生の部で、第2位を獲得した。1988年、田園町ふふたば中学校に入学、霧島国際音楽祭に参加した。1989年10月、中学校2年生で渡米し、ジュリアード音楽院、プレカレッジとプロフェッショナルチルドレンスクールに入学した。百九十一年、 ロングアイランドのヤングアーティストコンクールで第2位を獲得した。1994年、ジュリアード音楽院に入学し、ドロシーディレー、室内楽をサミュエル・サンダースに指示した。同年、ミケランジェロ・アバド国際バイオリンコンクールで第1位を獲得し、その後、カーネギー・ホールでリサイタルを開き、ニューヨークデビューを果たした。1995年、デビューアルバムをリリースした。 1998年、同音楽院を卒業した。現在は、ミラノに在住し、イタリアを中心に演奏活動を行っている。2006年6月、ブルガリアのソフィアで、ブルガリア国立フィルハーモニー管弦楽団と、サラサーテのカルメン組曲などを録音し、その後、同オーケストラのソリストとして、イタリア演奏旅行に同行した。マネージメントは、 アーツアイランドと契約している。録音した CD は2007年10月25日発売された。下記、レコーディング参照2018年1月8日放送のバラエティ番組、激レアさんを連れてきた。に世界的バイオリニストとしてずっとヨーロッパの貴族の前で演奏していたので居酒屋、鳥貴族を貴族が集まるサロンとうっかり勘違いして面接を受けてしまい。 とりあえず働いていた人として出演。アルバイト時代のエピソードを披露した。鳥取県米子市出身の著名なバイオリン指導者で、ある、住三郎の孫であり、東京出身ではあるが、自身もルーツは鳥取と考えている。父は、住三郎の長男である、住健章東方学園名誉教授。住三郎没後、5年ごとの周年には、米子市を中心に演奏を行うなど、 スミサブローを検証する活動を行っている。近年は、来見回数も増えている。若林正康、今までの激レアさんの中で一番怖いよ。とうならせた、激レアさんとは、ザテレビジョン、https コロンスラッシュスラッシュ tv.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ133248スラッシュ abcd. リフふるさだ、いし。 バイオリニストスミエリコさんとの知事表敬訪問、報道提供資料、取りネット、鳥取県公式ホームページ、ありがとうございます。